さて、ではここに戻ってきました。もし桜井くんとカレンちゃんと3人で行動した場合どうなっていたのか、どうなるんだろうな。ちょっと予想がつかないけど、始めましょう。俺は桜井と二階堂と一緒に行動することにした。ただ心配してくれるのはありがたいが、みんなであいつを追うのは無理があるだろう。二階堂の足に合わせていては、労を無視になってしまう。あいつを取り逃がしてはダメだ。次は、大谷島でもが殺される。桜井も、それに二階堂も。二階堂は桜井に任せ、俺が一人で追いかけるのがいいだろう。結局一人で追いかけるの？何が何でも、労のことは捕まえる。あいつなんかに、これ以上、俺の大事な友達を傷つけさせるわけにはいかない。でも結局一人で行くんじゃ。何だったのこの選択肢。俺は絶対にお前たちを守ってやるからな、と思いを込めて桜井と二階堂に視線を送る。熱い視線を、熱い視線を、熱い視線を。あんたは自分が助けたいから助けてるだけ。まだお母さんの声聞こえてけよ。お母さんの主張は激しいよ。過去から届いたその声は、俺の胸から勇気と熱を奪い去る。体から力が抜けた。抜けてしまった。お母さん、空気読んで。過去の世界から空気読まない発言するのやめて、お母さん。牢を追いかけなくちゃいけないことは分かっているのに、その場を一歩も動けない。俺はいつもこうだった。肝心なところで踏み出せない。俺の知っていることは自己満足なんじゃないか。俺が何かをすると誰かに迷惑がかかるんじゃないか。そんな疑問が胸の中で渦を巻き、何もできなくなってしまうのだ。どうした？大丈夫か？ローに何かされたのか？まあ、ここで心配されるんじゃ。いや、違う。悪い。あ、急に気分が。これちょっと待って。マーチ工事を休んでてっていう展開で、桜井くんとカレンちゃん二人で行くんじゃん。無理もないよ。友達が刺されたところを目の当たりにしたんだ。平気でいられるはずがない。ローが行ってしまう。追わないと。わあ、二人で行っちゃうぞ、これ。待て、二階堂。一人で行動するな。ダメ。私はローと決着をつけないといけないの。一人でも行くわ。ダメに決まってるだろ、そんなの。だからで二人で行くんもダメだぞ。二階堂に比べて俺はなんで情けないんだ。自分のあまりのみっともなさに目をつむった。あれ？あ、追わんかったんじゃ。あ、追わん展開になるんじゃ。あ、そうなんじゃ。その日は結局、牢を追わないことにした。上階の部屋へと移動し、三人で同じ部屋に息を潜める。本当すまねえ。牢を取り逃しちまったのは俺の責任だ。これ牢がどうやって攻めてくるかやな。それを言うなら僕もだよ。牢が犯人なんて最初から分かりきっていたのに。くそ、もっと早く捕まえてさえいれば。神谷だって。ああ時、ああしていればと、もしもばかりが頭に浮かぶ。桜井は俺に、魚住が消えるまでの経緯も教えてくれた。この世界のルールは、俺の頭じゃ全く理解できやしないものばかりだ。二階堂は思い詰めたような表情でうつむいていた。支えた神谷のことを思い返しているのかもしれない。覚悟を決める時が来たのかって、そう思っているかもしれないよ。そんな表情をさせてしまったことが本当に申し訳なく思えた。せめて桜井と二階堂だけは守ってやらないといけない。そのためには危険な牢を何としても捕まえてやらねえと。明日だ。明日こそ俺はあいつを見つけ出し、
神谷を殺した責任を取らせてやる。日和ってなんていられない。俺は変わらなければいけないんだ。しかし明日になったらどうなることなんだろうか。その日は三人同じ部屋で眠り朝を迎えた。え、三人同じベッドで寝たの？触るなよ、カレンちゃんに触るなよ。今日こそローを捕らえよう。渋谷は隠れる場所が多いから見つけるのは難しいかもしれないけど、でもじっとなんてしてられない。朝目を覚ました桜井は開口一番そう言った。あまり眠れなかったのか顔色はあまり良くないが、その口調には決意がみながっていた。あとその左手でもしかしてカレンちゃんの寝ているところのお尻とか触ったんじゃないだろうな。桜井くん、ええ、ダメよ、ローを野放しにしていては。ダメよ、ダメダメ。エレキテイル天狗は出てきましたよ。二階堂も桜井と同じような様子だった。眠れるわけねえか。それくらいローのしたことは衝撃的だった。俺だって朝方に少しうとうとして程度だ。寝不足で頭の中がもやもやしている。町工事はいつももやもやしてそうだけど、けど体調不良を言い訳になんてしていられない。昨日は俺のわがままで桜井たちを引き止めたんだ。今日は俺が率先してローを追う。そして二人を守る。あんたは自分が助けたいから助けてるだけ。お母さん主張激しいよ。さっきからお母さん主張激しいよ。ショートヘアだったよ、お母さん。頭の中で呪いのように声が鳴る。ああ、まただ。決意を固めて人のために何かしようとすると、冷や水を浴びせるような声が鳴る。数秒前まで俺の胸に宿っていた熱は、あっさりと消えてしまった。町工場の中の弱みが出てしまう。ローを追うのはもう少しだけ待ってくれないか。ああ、ひよった。マジ工事がひよってしまった。なあ、今日は体を休めることにしねえか。全員寝不足みたいだ。いきなりどうしたって感じじゃん、もう。マジ工事君、あなたどうしたの？昨日から少し変よ。クーリングお母さんや。ここをなんかクーリングしに来たよ、お母さんが。クーリングお母さんが出てきてしまった。マジ工事、まだ気分が優れないのか。いや、そういうわけじゃない。ただ今の俺の状態を何と言えばいいのだろうか。うまく説明できる自信がなかった。クーリングお母さん。そうだ、俺食料取ってくる。二人とも腹ペコだろ。少し待っててくれ。待て町工事、一人で行くなって。お前変だぞ。こういう時こそローの思うつぼになってしまうのかもしれない。大丈夫だ、ローからの不意打ちには気をつける。いや、それだけじゃなくてさ、ロー、町工事がおらん間にこの二人が襲われるってこともあるんやで。俺が戻るまで絶対ドアは開けるなよ。二階堂もいるんだからな。待て町工事。あとカレンちゃんに手を出したら殴るぞ。桜井くん、桜井の声に構わず俺は部屋を飛び出した。ひよってしまった。またひよってしまった。俺は何もローにビビっているわけじゃない。あいつがどんな武器を持っていようが迷わず飛びかかってやるつもりだ。恐れているわけじゃない。ただ迷っているだけだ。俺のすることが桜井やそして二階堂のためになるのか確信が持てないでいる。お母さんの言葉がどうしかも心に引っかかってしまう。そうだな、カレンちゃんが自殺する前やってさ、カレンちゃんがああいう関わらないでとかやめてとか言ってしまったのが、そっと本当に母の言うことは正しいのかもしれないっていう思ってしまっているところがあるのかもしれない。俺がこうなった原因は分かっている。昔母親にきつく言われたからだ。人を助けてないなんて単なる自分の自己満足だ。あんたが助けようとしたってかえって迷惑をかけるだけ。やめておきなさい。
そんな風に言われた時は腹も立ったけど、時間が経つと後にもっともだという思いの方が強くなっていってしまった。俺は小学生の頃、桜井に影響されてヒーローを目指していたが、失敗することの方が多かった。ヒーロー失格。主演町小路聡太。本屋で万引き犯に飛びかかった拍子に本棚をドミノみたいに倒してしまったことがあるそうなんじゃ。ちょっとコメディ入ってたな、お前の失敗。本屋の店主さんは許してくれたが、万引きよりもよっぽど大きな損害を出してしまった。そうか。いじめをやっていたクラスメイトを殴って治療費を請求されたこともある。俺が貯金で払うと言ってが、結局親が払ってくれた。俺が張り切るたびにみんなに迷惑ばかりをかけている。差し引きはゼロどころかマイナスだ。そうして失敗を繰り返しているうちに、俺は自分に疑念を抱くようになった。もしかして俺が何もしなければ全部うまくいくんじゃないか。わあ、ちょっと待って、なんでスクランブル交差点来るねん。これまでさ、このバートエンドのルートさ、や全部スクランブル交差点に来てからえらい目に遭っとう感じがするんよな。俺はスクランブル交差点を訪れていた。ローのことは一応警戒していたが、こんな見晴らしのいいところで襲ってくることはないだろう。消えてしまった幼馴染に思いを馳せる。俺にもっと勇気があれば、もっと何かできることがあっただろうか。勇気か。 100% 勇気、もうやりきるしかないさ。しかし町小路はやりきることができませんでした。俺はそうつぶやきながら昔の自分の姿を思い出す。昔の俺は今の俺よりずっと勇ましかった。むしろ人を励まし元気づけるのが俺の役割だったのに。運動会や球技大会では必ず応援団の団長に立候補して自分の奮闘を促した。不登校生の生徒がクラスにいるなら必ず家まで迎えに行って一緒にやり直そうぜって励ました。うざがれることも多かったが、それでもめげずに人のために走り回った。町小路、ほんまにお前情に熱いやつやな。そういう自分が好きだった。バカな俺が人のためにできることなんてそれくらいしかないと俺はその時ふと思い出した。そうだ、俺は二階堂の応援をしてやったこともある。あれは確か小学生のバレンタインデーのことだっただろうか。バレンタインデーの話するの。はい、それはどんな感じだろう。2月14日を間近に控え、渋谷の街は活気立っていた。デパートや商店街の店先にはバレンタインの文字が並び、女子たちは綺麗に包装されたチョコの並ぶ棚を囲んで目を輝かせている。いかさつでモテない俺には縁のない行事ではあるが、この雰囲気は嫌いじゃなかった。町小路はあんまもらえたことないんかな。好きな男に思いを込めてチョコを送るなんてものすごく勇気のいる行動だ。覚悟を決めた女子の表情を見ていると俺まで元気が湧いてくる。元気100倍。アンパンマン。一人一人の背中を押して頑張れよと声をかけてやりたいくらい。 いやそれはさすがにやめとけよお前。見知らぬ人に頑張るよって言われても、ってなるだけやけん。俺はその時気がついた。道の途中に見慣れた顔が立っていた。カレンちゃん。二階堂カレン。京介が俺たちのグループに引き入れたメンバーだ。口数が少ないから未だにどういうやつなのかは
よく分かっていないが、京介が連れてきたんだ。絶対悪いやつじゃないだろう。二階堂はスイーツショップのウィンドウをじっと見つめていた。はあ、京介くんにあげるんかな。視線の先にはきらびやかな包装の施されたチョコがある。それでさ、買ってさ、後日家で食べているところを見たらええー、ってなるからな。二階堂はウィンドウの前でしばらくそわそわしたが、やがて諦めたように息を吐くと歩き出した。チョコは買わないことにしたらしい。俺はその背に声をかけた。買わねえのかチョコ。ま、町工事か。びっくりしたように振り返ります。あのチョコじっと見てただろ。買わなくていいのか。迷ってると売り切れるぞ。聞くと二階堂は首を振った。別にチョコなんて見てないわ。ただウィンドウを鏡代わりにしていただけよ。寝癖を直していたの。嘘だ。そんな寝癖がつくような髪の毛か。頑固な寝癖なんだな。もう放課後なのに。もうちょい早く気づけやってる話だよな。ええ、朝はいつも困るわ。放課後だって言ってるのに。俺はこらえきれずに吹き出した。そりゃ笑うわ。二階堂の頭髪はきれいに流れていて、寝癖なんて一本も見当たらなかった。嘘が下手すぎる。何がおかしいの。笑ってまうわ。座布団一枚。なんだ、よくわかんねえやつだと思っていたけど面白いじゃないか。これはぜひとも応援してやりたい。京介に渡すんだろ。あいつ喜ぶと思うぞ。鈍い老いでもそれくらいはわかる。二階堂がチョコを送るとしたらそれは京介だろう。京介と話している時の二階堂はどこか安心しているような様子なのだ。変な勘違いはやめて。私みたいな子に人に贈り物をする資格なんてあるわけがないじゃない。いえ、ないわけがないじゃない。資格がない。なんでだよ。なんだ、贈り物なの資格って。聞くと二階堂はうつむいた。なんでって言うまでもないことでしょ。私は人に迷惑をかけてばかりだし。あ、これ町工事は俺だって迷惑をかけてばかりだよみたいな感じで思っとるかもしれない。それを聞いたら、私なんかのチョコでは誰も喜ばないわ。私では誰も喜ばせることはできないの。そんなわけないだろう。俺がカレンちゃんにチョコもらったらさ、ときめいて死ぬわ。ときめいて死んじゃうわ。魂抜けちゃうわ。なんでそんなこと言うんだよ。誰かに何か言われたのか。二階堂は俺の質問には答えずに走り去ってしまった。二階堂の背を見送りながら俺は拳を握っていた。チョコを渡すか渡さないかは二階堂が決めることだ。俺がとやかく言うことじゃないけど、自分で自分にひどいことを言うのはダメだ。そうなの見逃していいわけがない。ヒーローは誰かの悲しみを絶対に見逃さないって京介も言ってたからな。師匠だな。俺は二階堂のために動くことにした。そうしてバレンタイン当日がやってきた。朝の教室ではそこかしこでチョコの受け渡しが行われていた。特に神谷の周囲にはファンの女子たちが殺到していた。マジか、ファンいるの。神谷くんファンいるの。羨ましい。一個ぐらい分けてよ。マジか、そんなに人気あるんじゃ。うらやま。みんな、ありがとう。嬉しいよ。みんな、女の子たち。神谷くんって実は女の子なんだぜ。ぼらしちゃうぜ。みなさん、一度に渡したら神谷くんに迷惑でしょう。列を作って一人ずつです。お前マネージャーか。さあ、
並んでください。そこ列を乱さない。マネージャーか。モテにモテている神谷の横で室積が列整列なんかのイベントみたいになっとるねんか。イベントの整理券配布みたいな感じになっとるねんか。お前、ちなみに室積は朝一番で神谷にチョコを渡したらしい。表情にはどこか余裕が見える一番の女だと思われてるそうなんじゃ。諸住、お前一番の女だと思ってるわ。神谷くんに一番近い場所にいるのは私ですから。そんな誇りを抱いているようだった。それから、京介、ああ、こっちはこっちで裏山だわ。いついつに思ってくれる女の子、しかも幼馴染ですよ。ラブコメじゃないか。毎年ありがとう、ユウ。大事に食べさせてもらうよ。この箱もすごく綺麗だね。わ、京介くんの返しも紳士的やしさ、ありがとうだけじゃなくてさ、大事に食べさせてもらうよとか、そういう言葉をつく子はやるんやな。しかも箱を褒めてるんや。箱を褒める人はなかなかおらんぞ。もうバレンタインの、バレンタインチョコを包む箱を褒める人はなかなかおらんぞ。お前レベル高い。こだわりの飾りなのです。頑張った分ホワイトデーのお返し期待してるね。わあ、それやばいぞお前。ゴディバとかさ、もう高級なチョコ買ってこなかったらダメなやつやぞお前。モモノは相変わらずだった。京介に一直線に恋を示している。自分のチョコで京介が喜んでくれることを信じて疑ってもいない様子だ。ポジティブですね。そうだよな、あれくらい自信満々でいいんだよ。俺は頬杖をつきながらつぶやいた。二階堂は少し考えすぎだ。バレンタインデーにチョコをもらえて嬉しくない男子がやっているわけねえんだから、もっと気楽に渡してくればいいのに。俺は教室のドアに目をやったが、隣のクラスの二階堂が入ってくる様子はなかった。やはりチョコを渡すことを断念してしまったらしい。スイーツショップの前でうろうろしていた二階堂の姿を思い出す。その表情はまるで道に迷っている子犬のようだった。確かに。なら放っておけるわけがない。資格がないなんてそんなこと言うなよ。昼休み、俺は二階堂の教室を覗きに行った。二階堂は席で一人絵を描いていた。二階堂はいつもあんな感じだ。俺たちのたまり場の屋上遊園地でも黙って話を聞いているか、ずっとノートに絵を描いている。もしかしたらさ、これ一つ前のページめくってみたらさ、チョコ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 ってノートの一ページ全部チョコチョコチョコとかもうずっしり書いとったら、やっぱお前渡したいんじゃんみたいな感じになっとったなけど俺たちが誘いをかけると必ずあいつはついてくる。どこにでもだ。きっとあいつは人と関わるのは嫌いではないのだろう。ただ自分の意見を言うのを遠慮しているだけだ。今日だって本当は京介にチョコを渡しに行きたいはずなんだ。だったら俺が連れ出してやらねえとな。俺は二階堂の教室へと入った。二階堂、町工事君どうしたの。ちょっと来い。俺は二階堂を教室から強引に連れ出した。ああ、これさ、なんかラブコメだったらさ、このまま屋上に呼び出してさ、逆チョコを渡すパターンのやつですよ。でもそういう感じじゃないからな、町工事は。俺は空き教室に二階堂を連れ込むと、有無を言わさずに告げた。今からここに京介が来る。桜井君？なぜ桜井君が来るの？なぜって決まってるだろ。二階堂からチョコをもらうためにだよ。渡そうとしてたじゃねえか、チョコ。
いや、勝ったんか？結局勝ったんか？でも、ちょっとそこを確認しとかなんかたらさ、読んだ気が何でもないわで終わってしまって、あーってなるかもしれないぞ、お前。勝ったん、チョコ、結局。チョコ？二階堂は、おののいた様子だった。何を言っているの？私はチョコを渡そうなんて思っていなかったわ。あなたの勘違いよ。それにそもそも、チョコなんて用意してないものは渡せない。用意してないんかい、やっぱ。マシコーチ、ちょっとこれはやばいぞ、お前。チョコならここにあるぞ。え？これ渡せ。え？俺はポケットに忍ばせておいたチョコを取り出した。二階堂がウィンドウ越し見つめていたチョコだ。そのチョコの名前は、チョコボール。俺は二階堂が買わずに走り去ってしまった後、これを勝手に購入していた。チョコがあんなに高いとは思わなかったが、これは必要な出費だ。後悔はしていない。お膳立ては整えた。あとは、二階堂が桜井に、あ、京介にこれを渡すだけだ。だが、二階堂は今に至っても、首を縦には振らなかった。ダメ。私がチョコを渡したところで、喜んでもらえるはずがない。私に、贈り物をする資格なんて。またいた。資格がない。だから、どうしてそう思うんだよ。資格とかわけわかんねえよ。チョコをもらえれば誰だって喜びに決まってるだろ。男子なんてみんな単純なアホなんだぞ。そうだぞ、マチコーチ、いいこと言ったぞ、お前。この年頃の男子なんてみんなアホなんだからな。とりあえずさ、女の子から何かもらったらさ、うほー、あいつ俺に気があるんじゃねえの。やったー、カーチ組です、お母さん産んでくれてありがとう、みたいな感じに思うんだぞ、お前。私のチョコではダメよ。余計なことをすると嫌われる。カレンちゃんのチョコもらいたいな。カレンちゃんのチョコもらいたいな。これちょっと待って、東京クロスのさ、バレンタイン企画とかでさ、ヒロイン寄りのチョコとか作ったらさ、絶対買います。二階堂はとことん自分に自信がないようだった。どうしてそうなったのかはわからない。もしかしたら俺なんかには理解できないような複雑な問題を抱えているのかもしれない。だが何にせよ放ってはおけない。二階堂にはちゃんと価値がある。それを分からせてやらねえと。けど俺が何を言ったところで無駄だろう。俺じゃあ二階堂に自信も勇気も与えてやることはできない。それができるのは本当のヒーローだけだ。お前に価値があるかどうかなんて渡してみなきゃわかんねえだろ。いいから京介にこれ渡せ。え、あ、切ったー、切ったー。俺は二階堂の手に強引にチョコを握らせた。するとそのタイミングで空き教室のドアが開いた。姿を現したのは事前に呼び出しておいた京介だった。町工事、こんなところに呼び出して何のよ。あれ、カレンもいるの？おう、キョウスケ。二階堂がお前に渡したいものがあるってさ。え、カレンが？これ、俺が桜井くんだったらさ、あ、バレンタインチョコだなって察するからね。強制的にキョウスケと向かい合うことになった二階堂。二階堂はチョコを後ろに隠し、もじもじとしていた。勇気を出すと、俺はそんな二階堂にひたすらに念を送った。それを京介に渡せばきっと京介はお前にそれ以上のものを返してくれるぞ。二階堂はやがて覚悟を決めたのか、深く息を吸うとチョコをおずおずと京介に差し出した。ふう、これチョコ。あの、もしいらなかったら。本当？カレン、チョコくれるの？もらっていいの？ほら、京介くんだって単純な男の子だったんだよ。突然、幼児のようにはしゃぎ出した桜井に二階堂は目を見開いた。いえ、その、桜井くんには
いつもお世話になっているからチョコくらいはって。ギリチョコだけど。ギリか。わあ、そうだよね。京介ちょっと、そうだよ、ね、でもギリでも嬉しいよ。わあ、綺麗なチョコ。京介ちょっと期待しとったんちゃう、本命かもしれないみたいな感じで期待してたんじゃないですかね。ただでさえあげなさそうなカレンちゃんがさ、唯一桜井くんにあげたことになるからね。そりゃちょっと期待しちゃうよね。俺だったら期待する。京介はよほど嬉しいのだろう。チョコを両手で持ち上げて、らしくもないハイテンションだ。それはそれで、京介もすごい愉快やな。ギリじゃないことくらい分かれよ、と、俺は心の中で突っ込んだ。俺でも分かるぞ、それくらい。微妙に思いは伝わらなかったが、二階堂はそれでも感激した様子だった。喜びを爆発させる京介を瞳に映し、涙をこらえている。自分でも人に喜びを与えることができる。それに気づけたことが嬉しいのだろう。うん、やっぱりこういうところ、こういう時は京介だ。あいつには人を肯定する力みたいなものがある。それは俺にはないものだ。気がつくと二階堂は潤んだ目でチラチラ俺に視線を送っていた。町工事よくやった。ありがとう、と口ばくで囁いている。俺は肩をすくめて首を振る。俺はただきっかけを作っただけだ。俺にはそれぐらいしかできない。いやでもいいことやったんじゃん、町工事。荒治療やけど、でもそれでいい。それが俺の役目割だ。俺には京介みたいなカリスマ性はない。神谷みたいに頭も良くない。だから俺は全力でバカであり続けよう。人が何かをためらっているときは俺の勢いを貸してやる。バカもたまには役に立つ。役に立つなら全力でバカをやる。それが町工事壮太の役割だ。そう決めたはずだったのに。何そのちょっと嫌な終わり方。サンキューベリーマッチョコ。え、ふぬけてんな今の俺は。そう、その時に比べたら今の町工事は何なんだろうか。空の色が町工事の心を表せるような感じ。俺は過去の誓いをまるで果たせていない。母の言葉に縛られて桜井と二階堂の足を引っ張っている。考えなしでいることだけが俺の取り柄だったはずのに。形は違えど自分に自信を持てないという点において俺と二階堂は同一だけど、二階堂はちゃんとそれを乗り越えた。二階堂にできるのならば俺にだってできるはず。心を縛る迷いを払い、牢を捕まえてやることぐらい俺にだってできるはず。頬を叩いて気合を再度入れ直す。絶対にあいつを。俺は大切な友達のためなら何だって成し遂げられる。その時どうした？待った。その言葉が。私は助けてなんて言ってない。ただ迷惑だわ。早く行って。あ、ちょっと待て。その言い方は町工事のその反応なんだ。今の声は母の声じゃない。もっと別の身近な誰かの冷たい声だ。気がつくとたった今胸に抱いたばかりの決意は無惨していた。俺は何かをしてはダメなんだ。俺の行動なんて全部自己満足に過ぎないんだ。そんな思いが一層強くなっていった。思い込みが、町工事の思い込みが変な方向に強かった。どういうことだ。俺を縛っているのは母だけじゃなかったのか。俺には二重に乗りがかかっているということか。
何が、いや誰が、うわ、マジコージ今度は頭がズキンと痛み出す。心臓の鼓動に合わせて痛みはその強さを増していく。人殺し、学校に来るな。俺は必死にそれを吹く。この書き込みを合図に見せるわけにはいかない。わ、改造にあったやつじゃ。そのシーンやな。あいつって誰だ。わからない。とにかくあいつを助けてやらないと。でも俺は途中で吹くのをやめた。助けるのをやめてしまった。中途半端に手を差し伸べておきながらその手を下ろしてしまった。なぜだ。わからない。何もわからないままだ。記憶の再生はそこで終わったが、俺の迷いは終わらなかった。嫌な、もう思い出してしまった。このタイミングでどうすりゃいいんだろうな。町工事はここの迷宮に差し掛かってしまった。どうすれば単純一途の自分に戻ることができるのだろう。どうすれば俺が好きな俺を取り戻すことができるのだろう。答えは出ずに俺はいつまでもスクラムル交差点で悩み続ける。俺はその場を一歩も動けなくなっていた。翌日以降も町工事の様子はおかしなままだった。決してローのことを追おうとはせず、反面僕らのことを過保護なままに守ろうとする。桜井視点やな。ローと決着をつけたい二階堂は相当焦ってはいたがみたいな感じか。明らかに普通の状態ではない町工事を置いていくわけにもいかず、僕らは場所を変えながら工場を使い続けた。何日も何ヶ月も僕らはずっとそのままだった。うなだれ続ける町工事、じれる二階堂、それを取りなす僕、同じ日々が過ぎていく。町工事は、いや僕らは一体いつまでこうしていれば次に進むことができるのだろう。こういうパターンの終わり方が。